おお、 そうだな。 いじめんのは試合中だけにしてやんねえとな。 お前ら！ ちょっと目離した隙に！ 失礼しました！ あ、いいえ。 田中、その顔やめろ！ ちょっと、今止めたの僕なんだけど。 あ、 俺の手にも当たった！ お前ら、いい加減にしろ！ どっちもざま、誇られてやんの。何ニヤニヤする！ 影山やめろ！ あんまり騒ぐな。大地に怒ら、俺だよ。朝日だよ。お前ら、うるさい。風呂入ってすぐ寝る。このクソがてめ、フライングだ。こら、走ってんの誰だ。 ナイス様が、おら、いいでなし。うるさい。長い。へい、一年ガール。へい、君、ぜひともカラスのバレー部に入ってくれたまえよ。え、君がいると清子さんがよく喋る。そんな勧誘があるかバカ。絶好調か。絶好調なのか。清子君、お前ら、うるさい。 照れちゃうなんて可愛いな。おら、おやっさんやるぜ。俺はこの試合で一躍ヒーローになってみせる。負けねえぞ、リエ。うるさいお前ら。だな。おら、さっさと行くぞ。これから決勝戦うっていうのも余計な体力使ってバカじゃないか。センターコート。 チアだ、チアだ、それマジ。田中西村、そうだ。普通の方。はーい、煽られない。日向、例の一年の強化合宿に乗り込んだらしいです。で、今白鳥沢にいるって。<笑>やるな、しょうよ。本当。やってくれる。 本当にお前は周りの迷惑を考えなさいと言ってんだろうが。やるな、日向。すが、あ、ういっす。ローリングサンダーダブル。田中が西田に引かれた。西野や、田中、なんで俺まで。 にしても言い方ってもんがあんだろうが。他にどういう言い方がありますか。んだ、どこら。はい、その辺でストップ。自主練はほどほどに。特に山道を越えて帰ったりする系のやつ。いいか、分かってると思うが。 宿で騒ぐんじゃねえぞ。ウィス、これ絶対座敷わらしとか出る系のやつ。おお、探検しようぜ。ウィス、おらおら、休みは休むためにあるんだ。風邪なんかひいたらぶっ飛ばすぞ。大地さんは何しに来たんすか。 コートがバスケ部に乗っ取られてないか見に来たんだ。え？お前らの方がフルセットやって消耗してんだろ。ほら、休め休め。